はい、前にもねご紹介させてもらったことがある、タームの、スポーツっていうアルコールストーブです。ここがこんな風にね開いてお得が立ち上がりますよっていう、火力調整可能なアルコールストーブなんですが、それとよく似たもの、インスタの方ではね一回ちょっと、仕入れた後のすぐのね状態を、ライブで、特定の方にはね見ていただいたんですけども、ちょっとまた違うタイプ、デザインが違うっていうことなんですが、サイズはほぼ一緒、ですね。はい。で、年代によるのか個体差によるのか分かりませんが、ちょっと個体差がありました。この元から持ってたやつはこう開いて、ごとくの上にこうかぶさるんですけどね、これは同じように開くんですが、こう当たってもこのバーがこの小さい方のねごとくの上にかぶさるっていうのはありませんでした。よく見るとごとくの形状がちょっと違ってまして、この白いタイプ、タンクがね白いタイプはこの燃料を通してる真鍮のパイプにこの長いでっかい方用のごとくが当たってるんですが、こっちはちょっと短いんですね。まあ曲げ方の違いかもしれませんけども、はい。で、入手した時はもうサビサビでとんでもないことになってたんで、ちょっとこの辺の真鍮をね磨いたりとか錆取りをしたりとかやってました。で、仕様の違いとしますと、この、白いタイプは火力調整用のキーがタンクにぶっ刺さってまして、でこれをここに刺すというふうな仕様です。で、空気はこの棒が刺さってたんで、循環用の、空気を吸ったり吐いたりとかするようにね、穴が開いています。だからここをいじるっていうのは燃料を給油するときぐらいですね。はい。でこれをこっちの方はどうかっていうと、火力調整キーがここについてまして、ここに刺すと。でこっちはノンリターンバルブがついてまして、ここの中にで空気の出し入れは、ここに小さな穴があってこの横に抜けてるというふうな構造です。だからちょっと蓋を緩めてやる必要があるのかなと、点火をしてる間はですね。この、ノンリターンバルブは構造を見ると、最初買った時の状態では逆向きに入ってたんですけども、空気を吸い込む側に、一方向弁になってたんですけども、構造を見ると、内圧を逃がすための弁ではないかなという機構になっていました。じゃあ
回メンテ後初点火です。もしかするとオイルというかアルコールがグリスの入れすぎで落ちてこない可能性がありますね。ちょっとメンテ持ち出します。とりあえずちょっと直って綺麗にしたよ動画で一旦終わっておきます。点火をまた別でします。以上です。